安倍元総理大臣の国葬が東京都内で、今日午後行われます。総理経験者の国葬は、1967年の吉田茂以来55年ぶりです。国葬が行われるのは、東京千代田区の日本武道館で、会場周辺を含め最大2万人の警察官を警備に配置し、儀礼用などでおよそ1390人の自衛隊員を動員します。 昨日はアメリカのハリス副大統領ら海外要人が相次いで日本を訪れ、都内の高速道路などは交通規制が敷かれ、限界態勢となっています。警察庁によりますと、警備体制は2016年の伊勢志摩サミットや2019年の即異例に匹敵するということです。